こんにちは、片付けコンサルタントの高木幸子です。前回の動画を、手書き文字をテキストに変換してくれるという動画を作った時に、ここのページを見て手書きメモをテキストに変換は分かったんですけど、手書きメモを検索できるんだって思って、ちょっと試してみてその動画も撮ったんですよ。動画を撮ったのに手書き文字を検索できなかったっていう、私のやり方ではですね、というか気づかなかった。実はできていましたっていうことが分かったので、ちょっとそれを、ご紹介したいと思います。ではこちらが挿しポイントになります。ノートシェルフを開いてみましょう。ちょっとクリスマス会、子供会のクリスマス会っていつだったっけって思った時に、このスケジュール帳の中からクリスマス会の日を探したいとします。そしたらスケジュール帳を開いて、そしてここのページが重なっている部分をタップ。そしてこの中から、クリスマス会があるページはどれだろうって思った時に、この検索マークありますよね。でここをタップ。で今まで大体ここにテキストを検索としか書いてないし、今まではテキストをこう打ち込んだ文字しか検索してもらえなかったんですね。前の動画を上げるときに試してみたんですけど、できなかったですよね。クリスマス、クリスマス、クリスマスで打ち込みます。そして完了を押すと、私はこの時にじゃあクリスマスのページが出てきてくれるのかと思ったんです。クリスマスって書いてあるところのページが出てきてくれるかと思ったんですけど、で、なんで全部出ちゃうじゃんと思って検索されてないって思ったんですけど、実はなんと、わかりました？認識されていたという、ここの黄色い部分、ここがクリスマスの手書き文字なんです。ここをタップしてみますね。ここをタップ、この黄色い部分、黄色いなんかマーカーでついたような部分をのページをタップします。ここにクリスマスと書いてあるんですね。ちゃんと手書き文字が認識されていました。素晴らしい。ノートシェルフ2さん、手書き文字って認識 してくれてます。気がつかなかった。例えば他に、小学校の社会見学いつだっけっていう時は、社会見学と入れてみます。そうするとそう、ゆっくり認識されている。あ、黄色いの出たの分かりました、ここだけですね。ここでこうタップしてみますね。社会見学と私がこの下手な字で書いた文字がきちんと認識されてるんです。すごい、素晴らしい。で、じゃあこれ設定のところがちなみに日本語認識ってなってないといけないので、それを確認するにはここの歯車マークをタップして、戻ってからやってみますか。戻ってこの歯車マークをタップして、そうすると設定というところが開くので、ここの設定から設定ですね。でここの手書き認識というところ、ここをタップして
で、まあ、今日本語になってますけど、ここにいろいろあるので、この日本語のところをチェックマークする、と日本語のところですね、をタップしておくと日本語を検索してくれるらしいです。で、一文字しか検索してもらえないので、例えば、英語で書いてしまった場合、例えば英語でこの日誕生日だよ、バースデーと入力してみました、そしてあ書いてみました、これを検索しようと思ってもこのページを開いて、じゃあこれを検索でテキストに、テキストを打ち込んで検索しても、やっぱりゆっくりこう1ページずつ、あ、英語で検索できてました。ここに、バースデーと書いても、大丈夫なんですね。ここタップしてみますね。あ、ちゃんと検索されてる、よかったです。あ、じゃあちょっとローマ字で書いたぐらい、英語で書いたぐらいのは平気ってこと？ちょっともう一回、ここタップで、ここの設定ですね、設定をタップで、設定から手書き認識タップ。あ、そうなの？なんかわかん、もうここが入ってるかどうかからなの？わかんないんですけど、なんだろう、手書きすごい、英語で書いても大丈夫でした。日本語で書いても、漢字で書いても、ローマ字で書いても、きちんと手書き文字を認識してくれるという、素晴らしい、よかったです。なので本当にこれでもうノートシェルフさんに望むことは一個もないっていうことになりました。これからも楽しくノートシェルフ2を使っていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が暮らしをときめかすちっちゃなヒントになったら嬉しいです。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ではまた。